ヒトジラミパディキアラスヒューマニスエルは人につくシラミの一種である。伝統的にはケジラミと本種とだけが人を宿主とするシラミであり、本種は頭髪及び衣服を生息域とする。ただし近年になって蒸気学名はコロモジラミのものとすることがある。この記事ではヒトジラミの意味でこれを扱う。シラミ類は宿主の種によって寄生する種が異なり、 場合によってはその部位によっても種が異なる。人の場合、陰部を生息域とするのが、ケジラミセリアスプビスであるが、頭髪および衣服には、本種が生息する。本種とケジラミとは、外形が大きく異なり、トガの段階で別の分類群に属する。本種はさらに頭髪に生息するものと衣服に生息するものに区別され、この両者は、形態的には、差が明確ではないが、 遺伝的に、それに、生態的に完全に隔離されている。そこで衣服につくものを、衣ジラミピー、ヒューマネスカーポーリス、頭髪につくものを、頭ジラミピー、ヒューマネスヒューマネスとし両者を本種の足とする扱いが行われた。しかし近年、これらを独立種とする扱いも行われる。このーではこの二つを同一種とみなし、 両者に共通する部分だけを扱う。人ジラミは人だけを宿主とする外部寄生虫である。頭ジラミは頭髪、衣ジラミは衣類にいて皮膚より吸血する。ふわしの先端は強状になり、これで毛髪や繊維をつかみ、素早く移動する。不完全変態であり、幼虫も成虫に似た形態と生態を持つ。卵も、 頭髪内視衣類の繊維に張り付いた形で生み付けられ、その生涯を生息域から離れない。他者への感染は接触による。そのために集団生活する場合には広がる場合がある。成虫は条件にもよるが、数日程度は人体から離れても生存できる。人じらみは吸血することでかゆみを与えるが、それだけでなく病原体を運ぶベクターでもあり。 特に発信チフスは伝染病として恐れられた。体長は、成虫で2から4ミリメートル程度、頭じらみの方がやや小型である。体は全体として腹肺に扁平で、体表に弾力があり、全体に半透明で淡い開白色だが、頭じらみの方が黒みが強く、特に体の側面に沿って黒い斑紋が入る。頭部は丸みを帯びた三角形で、 後期は普段は頭部に引き込まれており、吸血する際には突出する。その上唇には、死状の突起があり、吸血する際に後期が、皮膚に固着するのを助ける。触覚は五節、その基部の後方に目がある。胸部の三体節は互いに融合しており、三体のふわしがあるが、羽は完全に退化している。ふわしはよく発達し、先端ははっきりと爪状になる。 形節末端にある突起と先端の爪とが向き合って、ハサミ状となっており、この間に毛や繊維をつかむことができる。腹部は急節からなり、各節の両端に側板があり、この部分は褐色をしており、またここに肝が開く。肝があるのは第三第八節である。腹部末端の節には内部に生殖器があり、オスでは先端に向けて細くなるが、メスでは 先端が軽く二列する。生活史の模式図覧は楕円型で乳白色を呈し、先端に平らな蓋があってその中央に15から20の気候突起がある。卵は毛髪や繊維にセメント様の物質で貼り付けられ、産卵直後は透明で、後に黄色っぽく色づき、孵化直前には褐色になる。卵の孵化には約1週間を要する。孵化時には、 蓋が外れ、これが幼虫の脱出口となる。孵化直後の幼虫は、成虫の形に似ているが、触覚は三節で、体が柔らかい。側板は二例から見られる。幼虫は、成虫と同様に吸血しながら成長し、七から十六日で三例を経て成虫になる。成虫の寿命は三十二から三十五日で、メス成虫は、約四週間の間、一日に八個。 生涯で約200個の卵を産む。人じらみの宿主は人に限られる。他の動物の血を吸うことができても、それで生育はできない。頭じらみは常に頭髪にいるが、衣じらみは下着の縫い目にいて、吸血時の身肌に移動する。成虫がた日に吸血する回数は、実験では2回とされるが、現実には4回かそれ以上と考えられる。人体から離れ、 吸血できない状態では、コロモジラミは条件にもよるが1週間程度まで生存できる場合がある。この点で、アタマジラミの方が弱く、せいぜい2日程度で死亡する。本種は古くから以下の2種に分けられてきた。ただし、世界保健機関は、これら2種を別種として扱うようになっており、その場合には、コロモジラミを P. ヒューマネス、アタマジラミを p キャプタスを使用している。シラミ類は動物の体表に常在するものであり、衣服のようにその外を住みかとするのは異例である。衣服は人類のみが持つものであり、そこを住みかとするシラミの存在、その発祥には興味の持たれるところである。衣ジラミが体毛に生息する頭ジラミとごく近縁であることは古くより認められた。分子系統の発達により、 これらの禁煙性が絶対的な時間を含めて論じられるようになった。それによると、本種に禁煙な同族の種がチンパンジーに寄生するが、それと本種が分岐したのは550万年前である。これは、宿主の種文化の時期、つまり人類の起源にほぼ相当する。ただ、問題なのは、人じらみが遺伝的にはっきりした2タイプがあり、一つは、凡世界的なもの。 もう一つは新世界のものである。それらが分化したのが、この方法では118万年前となることである。これは、明らかに原生の人ホモサピエンスの起源を大幅に上回る。ここから推察されるのは、この種文化が、原生の人の祖先がホモエレクタセッチエレクトスから分化してきた頃に起こったということである。それから約100万年、人族の2種が共存し、 彼らは考察はしなかったかもしれないが、外部寄生虫の行き来はあったであろう。このような中でシラミのに系統が生じ、それが共存するに至ったと考えられる。頭ジラミと衣ジラミが分化したのは10万年前と推定されている。これは人類が衣類を身につけ始めてすぐのことであったと考えられている。頭痺ラミは髪の毛に住みついて、その部位の肌から血を吸うが、 毛の少ない体の皮膚では繁殖できない。だが、衣類に生息の場を得て、コロモジラミはそれ以外の皮膚での生息が可能になった。さらに、分子系統によると、コロモジラミは頭ジラミのボンセ系統から複数回にわたって発生したと考えられる。最近は、毛ジラミが女性の髪から発見されることがある。これは、 性行為の方法が変化したためではないかとの観測がある。感染は接触によることが多いので、集団生活をする場で感染が広がることが知られる。シラミは宿主と特異性が高く、人につくシラミは常に人に寄生し定着して生息している。人がシラミに寄生された状態はシラミ症と呼ばれる。シラミ症自体が生命に関わることはないが、 白身の吸血は激しい痒みを引き起こすため、駆除による治療が必要になる。白身の種類によって寄生する部位が異なり、頭ラミは頭髪、衣ラミは衣服、毛ラミは陰毛部をそれぞれ主な生息場所としており、それぞれそこで繁殖して数を増やす。卵や幼虫のうちは気づかないことが多いが、成虫が増殖すると吸血する際に激しい痒みを生じるようになる。 このかゆみは、白らみが吸血する際に注入する大気分泌物とアレルギーによるものの二つの作用によって引き起こされると考えられている。また、このかゆみによって皮膚をかきむしることで細菌感染症などの原因になることもある。白らみはそれを保有している人や衣服と接触することによって感染することが多いが、ごく稀に風呂などを介して感染することもある。なお、 頭じらみに感染しても、プールの水を介して感染する心配はないため、遊泳は可能である。ただし、接触感染により感染が拡大するためタオルや水泳棒などの共有は避けるべきである。一般に衛生環境の良くないところで大量発生することが多く、先進諸国では DDT などの有機塩素系殺虫剤の使用によって、その発生は激減した。 しかし、発展途上国においては依然多数の患者が存在しており、また、先進諸国においても安全性の問題から有機塩素系殺虫剤の使用が規制されて、以降、学童での頭痺らみの流行や、路上生活者における衣痺らみの流行、また不特定多数との性行為による毛痺らみの流行などが問題になっている。診断には、 シラミ個体の規制を確認することが第一だが、少数個体の規制では、虫体を視認することが困難なことが多い。特に頭痺らみや衣痺らみは素早く動くので、慣れないと見失うことがある。頭痺らみや毛痺らみは卵を体毛に硬着させるため、これを確認すれば、シラミの規制を確定できるが、人の体毛にはしばしば毛穴内壁の角質が、剥離したものが付着しており、 肉眼では、ヘアキャストと白身卵の区別は困難である。しかしヘアキャストは、指で触ると動くのに対し、白身の卵は髪の毛に産み付けられる際、セメント状の物質で固定されるのでしごいても、ほとんど動かない。また、顕微鏡及び、双眼自体顕微鏡、ルーペなどで拡大して観察すれば同定できる。さらにアミノ酸やペプチドと反応して、 紫色に発色する、ニンヒドリン試薬を用いると、ヘアキャストは濃く染色されているのに対し、白身卵は染色されず白いままとなり白身卵の同定は容易となる。治療には、白身の成虫から卵に至るまで完全に駆除することが重要である。駆除方法衣じらみについては衣服を熱湯消毒することで効果的な駆除が可能である。 頭ジらみや毛ジらみは体毛に付着して生息するため、先発と専用の櫛により、物理的に虫からだと卵を駆除する方法が有効である。しかし一般に、これらの方法で100%の駆除効果は期待できないため、ピレスロイド系の殺虫剤を含む粉末やシャンプーが併用される。また生息場所や産卵場所をなくすため、頭髪や陰毛を低毛することもある。 駆除薬日本で販売されている唯一の駆除薬はピレスロイド系フェノトリンで0.24%の粉末及びシャンプー剤が第2種医薬品スミスリンなどとして市販されている。フェノトリン5%のローション剤は海鮮治療用の医療用医薬品なので白身には使うことができない。同じくピレスロイド系のペルメトリンは1%ローション剤、ニックスが FDA で認可を受けており、2ヶ月時から使用可能の市販薬であるが、日本では動物用薬のみ販売されている。マクロライド系抗生物質のイベルメクチンは0.5%ローション剤のスクライスが2012年に FDA 認可を受けており、6ヶ月時から処方可能の医療用医薬品である。日本では白身症に適応のある医療用医薬品がないため、 皮膚科を受診しても処方される薬剤はない。フェノトリン抵抗性の白ミが報告されており、抵抗性頭ジラミにも有効ないベルメクチンの日本での利用が熱望されている。主な被害は吸血による直接的な影響と感染症の伝搬である。感染症のベクターとしては、衣ジラミの方が重要で、発疹チフス、残豪熱、怪奇熱などの主要媒介動物である。 これも個別の記事に任せる。人から吸血する3種類の白身のうち、コロモジラミは、吸血してゆみを起こさせるばかりでなく、病原体のベクターとして重篤な感染症を媒介することがある。コロモジラミによって媒介される感染症としては、発疹チフス、回帰熱、残豪熱の3種類が知られている。また頭白らもごく稀に発疹チフスを媒介することがある。 発疹チフスの病原体は、発疹チフスリケッチアリケッチアプロジーキーで、衣ジラミの消化管内で増え、フンに混じって排泄される。また感染したシラミは感染後2週間で死亡する。シラミが吸血した後を書いた際、フンやシラミの死骸などに混じった発疹チフスリケッチアが、その差し口から侵入して感染し、発疹チフスを引き起こす。また人が密集したところでは、 糞や死骸に混じったリケッチアを吸い込むことによって、軽気道感染することもある。人が大集団で狭いところに住み、不潔な状態になると、白らみは大発生しやすい。そのため、欧米において、過去に戦争熱、基金熱、船舶熱、刑務所熱などと呼ばれたものの多くは大抵、発信地フスである。戦争は、 シラミの好む条件を満たしやすく、発信地スが選局を支配し、歴史の転換の契機になることもあった。例えば、ナポレオン一世がロシア遠征でヨーロッパ最大級の60万の大軍の大半を失い敗退したのも、フランス軍の中で発信地スが大流行したからであったと言われている。回帰熱はダニやシラミによって媒介されるスピロヘータによる感染症であるが、 その一種である、回帰熱、ボレリア、ボレイリア、リカランティスが、コロモジラミによって媒介される。その媒介様式は詳しくわかっていないが、このボレリアを保有している人から吸血したシラミが、別の人から吸血した場合にのみ人に感染すると、言われている。第一次世界大戦中に流行した、残酷熱は、バルトネラ・クインターナ・バートネラ・クインターナによる、疾患であり、 これも衣じらみによっては威嚇される。いずれにせよ、前近代までは戦争は、しらみがつきもので、第二次世界大戦でもソ連軍を最も悩ませたのは、ドイツ軍ではなくしらみであると言われるほど、前線兵士の敵だったようである。日本でも、古来、頭じらみ、衣じらみともに、重要な寄生虫であった。特に第二次大戦後には、衛生面の不備により、 両種ともに大発生を見た。DDT がその駆除に使われたことはよく知られている。ただし、その後の生活水準の向上と衛生面の改善により、その発生はごく少なくなった。毎日入浴先発をし、着替えを頻繁にする条件下では、白身は生活を維持しづらい。国内では1950年代に両者ともにほぼ消滅状態となった。 ただし、1970年代からはずかずつ報告があり、1980年代からはやや増加の傾向がある。この理由としては、白身の側では薬剤体制の系統が生じたこと、人の側では一度消滅状態になったことで、伝統的な白身への対応の知恵が途絶えたことが挙げられる。例えば親に白身に対する知識がないために、 子に白身が発生してもなかなか気づかず、大繁殖を始めてようやく気づく、といった例がある。また、ホームレスや、独居老人といった白身の温床になりやすい場が、新たに生じたことも挙げられる。衣ミでは、このような高齢化を舞台にした増殖が、頭ミでは幼稚園や小学校などの集団での感染拡大が見られている。以下、記載は、主として、可能、死の長。 P13 佐藤編著、P125128 佐藤編著、P125 ちなみに、手じらみでは、先端の爪と向き合う突起は、形節の基部にある。佐藤編著、P126 以下、主として、可能、しのなが。P13 佐藤編著、P126 佐藤編著、P126 可能、しのなが。P13 佐藤編著、 P126、P129 以下、ウェイス日本家屋外中学会、P160 頭に白ミがあるとプールは禁止。頭白ミが寄生して起こる白ミ症とはメドレー海鮮の治療薬、スミスリンドーション 5%AB ヘッドライス、トリートメント CDC、スミスリン抵抗性の頭白ミ症への対応。スキグシによる駆除は、スミスリン抵抗性の白ミにも有効。 日本維持新報社、佐藤編著、P127 この章は佐藤、P127、P129 から130による。ありがとうございます。